もしかして動画になってなかったかな。バカみたい。これ、そば焼きポテチ、皆様お墨付きの、声優で買った、これ言っていいのかな、店の名前は。もういいよ。なんか取れない場合があるの。なんか容量はたっぷりあるのに取れない。おかしいね。それはなんでだと思いますか。空きはいっぱいあるのに、空きは4分の3ぐらいあるのに、なんかその iPhone でやってるんですけどね。先生を離婚して何もパソコンも何もないから、 iPhone1 本でやってるんですよ。本当です。だから大変。そんな一個一個ですよ。だってパソコン買うお金なんてないもん。一緒に行くお金もないし、ただ生きてるだけで15万は消えてて、もうすぐ終わる。あ、でもまあ例えばいい。また始まった。撮ります。あ、すごい人会っちゃった。今アプリも適用されてない時は悩みなんですよ。あまりにひどくてね。これじゃあもう新聞を持ってきます。ブバーク、すっぴんのブバーク。ポテチって何詰まるよね。でポテチってさ、この方さ、こうやって細かくなってるのを食べてさ、うん、でこうやるんだよね。集まれしてさ、こうしてさ、あのおばさんが来た。これあのね、どこ見てるかちょっとその、あとどれぐらいだって時間があるの。あのこのあとどれぐらいタイマーっていうのは、まだあとこれなかなか最後まで。で、他人の場合はこうして何か食べたら書いとくんです。これノートに。